よし、じゃあやっていきましょう。カゲロウシャドウコリダー、今回は何、肥大化した像を、まあ、とりあえずやっていきましょう。 GO。 復活した少女の母は、少女が望んでいたかつての母の姿ではなかった。強大な力を得て肥大化した像は今すべての命を食らい尽くさんとしている。いずれこの世界は消滅する。私が生き残るためにもあの怪物を止めなければならない。おなんかちょっとくれ、あ、つけても暗いで、こっから来たんだよね結局ね。で今一瞬このなんか風吹いてるじゃないですか、ナウシカのね、始まりの一番最初に吹く風にそっくり。もうジブリ大好き人間です。ジブリチューバーとしてやっていきたい。嘘、おお、何この渡り廊下的な、なんかちょっといて、外、あ、外だ、がっつり外、すっげー明るい。ちょっと急ごう。なんかすごいね。あな、あ、なんかさ、ここさ、走っていくのかな？ね。あー、怖い。やめて。マジやめてください。ただ、なんか敵が出てくるとかじゃないんだったら。で、スタミナの減りも遅い。遅いから、多分これはマガタマの首飾りのせいかな。ここはダメで、あ、ビビった、今一瞬。巨大な敵かと思ったら、ただの岩でした。で、ここだね。ここら辺は何もないね。なんかでも敵が出てくるっていう感じじゃないけど、地震が怖い。あー、こっちだ。あー、すっげー、え、外、外なの？カゲロウっぽくない。今まで全部室内だったのにね。あ、でもなんか空中に何か浮かんでんだけど、あれは雲？それとも、あ、すっげー眩しい。ちょっと待ってくださいね。あんま明るさいじったんですけど、あんまり意味ないかな。で、あ、降りんのかな。あ、いや、こっちか。こっちっぽいね。とりあえずちょっと降ります。あ、よかった。ダメージは食らわなかった。で、誰かいる。あれ、女の子かな。あ、女の子っぽいね。こっちは？またなんか、屋敷的な何かがある。あ、暗い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 。いや、違うな。あ、いや、いいんだ。目隠し子ちゃんだった。私は昔。何？子供だったとか言わないでね。今でも子供じゃない。人間として生きようとした。マジで、可愛い声してますね。でも、大切なものはすべて人間が奪っていった。あの時の光景は、今も。あー、そっか。光を失った目に焼き付いている。私は人間であることを捨て、心を捨てた。やっぱ元は人間だったんだね。そしてやめて、数えきれない人間を殺した。すべてはもう一度お母さんに会うため、そのためだけに。そういうことね。あ、手が。これで終わらせない。もうあの時の私とは違う。今度こそ絶対にお母さんを助ける。あれね、アーカイブに載ってたよね、あの村で起きた悲劇。うわっ、え、何、金魚、金魚、 目の金魚。おー、すっげー、でかい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 、かっこいいかっこいいかっこいい、でかい、でかすぎるよ。うっそ、え、何を、あ、なんかある。これ何、これ来てる来てる、ちょっと待って。あ、やっぱりかがむ。え、来てる来てる来てる、でかい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 、ちょっと待って。
またこういう系ですか。あ、でもやっぱ体力の、あ、ないないなに、うわ、なんか来てる、てて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 て、こっちだ、うわっ、あ、ダメダメダメージ食らった。はい、あ、体力、これ体力が、あ、マックスになる、スタミナが、スタミナがマックスになる。あ、痛い痛い痛い、やめて、うわっ、あっ、あった、やばいやばいやばい、スタミナがなくなってる、やばい。まあ、とりあえずとこう何回何回も死んで、うわっ、あー、いっぱい来てる。ちょっと見たいんだよね、はじめは。うわ、あの魚になってる、うわ、うわ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 です、うわ、あ、なんかくる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 、ただすぐ死なない、やめて、うわ、あー、上で、これはこう取った方がいいね。あー、上いる、あー、あー、これ体力削られるとやばいな、スタミナっていうよりは。あっ、こうかわす、かわせない、おっ、下だ、やばいやばい、あ、ちょっとポジト、こっち、こう、うわっ、あったあったあった、あ、ちょっと待って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 、ほう、体力、体力やばい、体力やばい、あー、違う、あー、違う、こっちやのね、あ、そっかそっか、壊してくれんのね、あっ、やばいやばいやばい、ただただの大砲じゃん、魚雷魚雷、ある意味魚雷魚雷魚雷、うわ、こっち2階っぽい、ちょっと楽しいよ、こういうの。あっ、はい、行く行く、おお、おう、わ、ぐっちゃぐっちゃりって今、あー、スタミナ、スタミナはどこ、こっち、こっちだ、あ、ここ一旦さ、こうさ、あれすればいいんだね、ここでスタミナゲージちょっと回復していこう。はい、行くぞー、あ、スタミナ回復したくてもよかったかな、どっちだ、うわ、なんかすげえ障子のとこ、うわっ、うわっ、ここ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 だ、うわ、見てる、 目で見てるよ、うわっ、やばい、もうね、あ、死ね、死んじゃう、あ、うわ、チェックポイントから、多分こうステージ最初からやり直して体力がもっとある状態の方がいいような気もしてる。今目を開けてるからダメで、ここだ、あ、そういう感じか、目をつぶってる時だ、目をつぶって、あそこ行けるかな、よし、こういう感じだ。いけるいける。楽しい楽しい。ただでかいよ。これしゃがむのか？危なかった。あとは次どこだ？一旦ここ？あー、見てるね、一旦ここ、で、そろそろ終わる、あー、めあー、スタミナスタミナやばい、あー、削られてる、危なかった、で、一旦ここ開ける、あー、そこダメだ、危な、騙されとこだった、どこだ、うわ、違うな、そこじゃないな、どこだ、
体力がやばいね。こっちだ、やっぱり。でかすぎる。で、来たね。ここは多分大丈夫だから。えっそ、えっそ、見られて、あ、よかった。まだあったね、体力。めっちゃ見られて、うわ、そう、ちょっと待って、体力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 、こっち、こっちか。で、次どっちだ、こっちだ。あー、白いの、待って待って待って、俺を導いて。よっしゃ、スタミナ。なんかでも別な道とかに何かありそうだよね、復帰しとかアーカイブとか。これはまた別。追いつくぞ。来てる来てる、早く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 。チェックポイントもあるんですか。うわ、何、来てる来てる、なんか来てる。やばいやばい、もうすげえ無言になっちゃう。あ、こっちだ。あー、やばい、来てる来てる。あ、死ね。あ、そうか、ここにいろってことね。いや、関係なくない。死ね。うわ、47で間に合うか。ここ、いやー、どこ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 、こういう感じ。やばいやばいやばい、どこどこどこ、ここだ。何かあった。いや、ここやばそう。一旦ちょっとここは回復させよう。ただもう緑の弾とかないから、行くか。あ、あとチェックポイントだった。で、35、きついね。35億、走ってっていいかな、大丈夫かな。あ、ある、ちょっと待って、あるっていうか手前で何か来るな。ここら辺で来るんじゃないか。来ない。あ、来た、やっぱり来たね。はい、うわ、あ、やばいやばい、やられた。来てる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 、はい、来ないで来ないで来ないで、ほぼほぼほぼ、うん、あ、来た、開けて。あー、来てる、後ろから来てる。あー、よかった。で、ここもだ、多分来る。うっそ、あ、こういう感じ。はあ、これ大丈夫だよね、ここは。スタミナを回復させよう。よし、いけ。あー、ちょっと先走っちゃった。これが吉と出るかって。多分いけない、いかないと思うんだけど。あっ、キュー。あ、もうこうない。あー、また何か来そうだから、ちょっと一旦スタミナ回復。大丈夫か。あー、これこれこれはただの演出。まだあるね、上。あー、ここはやばそう。外か、いや、中か。あ、チェックポイントか、よかったよ。何かある。何もない、何もないよ。祭壇。あー、ここ外っぽいね。キューって、これチェックポイントやばくない。あそこね。はーい、どっちだろうね。まあいいや、とりあえず行こう。どう行くの。あっ、奈落でした。ここまさか落ちる人いないと思っちゃった。あ、ステージ最初からやり直すしかない。やばい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 、チェックポイントからやり直し、欲しいです。再開しかないの。あー、マジでぐちゃっとかない、死ぬことすらできない。あ、
遠くなっていく。はい。ああ、最初からだ。最初からだけど、ちょっと体力を維持しながらもう一回ちょっとやり直そう。で、奈落に行かないようにするにはどうすればいいのか。あ、チェックポイント。ここでチェックポイントでいいのか、ちょっと。39で微妙だけどね。どこ行くの？あ、あれか。レバーか。上なんかあったね。あった、ここに。全然見えなかった、明るすぎて。ちょっと最短で行きたいから、あそこね。あら、当たった。はい、で次もレバーがあるはず。来ないね。あ、そういうやつ。そっち、あなたたちでしたか。これはこういう風に相手の方、これは、いや、あ、あ、来てるから、こう。横にかわすっていうのはどうですか。こう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 。あ、やばい、死ね。あー、死ね。あー、助かったけど死ね。おお、やばい、これチェックポイント来たらやばい。1で1では厳しい。1でチェックポイントはやばいからね。まだある。これは死ぬな。いや、何もない。ビビった。これはただのやつか。何かある。20?21 だけでいける。まあ、何もないよりはマシだろうけど、21で攻略しろと。で、ここ何かありそう。あー、またこういう系。長え。ヒガンバナ、ヒガンバナ。ヒガンバナっていうらしいですね。っていうか、うー、来てる、へい。どっちだ？こっちか？あ！あっ！ダメだ、死ぬ！死ぬと、こっからやり直しになんないから、ちょっと慎重に。いろんなのが飛んでくるから、よし行こう。あー、来たね。一旦ここちょっと回復して横に逃げると。向かってくるからちょっとこう。で、あ、この岩とかもいいので、あ、いかいかいか、スタミナがやばい。おー、で、来るから避けるようにスタミナを回復して。あー、ちょっと当たっちゃったけど。で、ここの岩場使って、オッケー、無傷。で、ちょっと回復しつつ、あぶ、こうか、よし、こうか、こう。あ、あったあった。こう来るから、シューンってきたら、こう。で、こうだな。やばい。あべ、あー、当たっちゃった。あ、いった。うわー、当たってる。おー、マガタマ来た。いけた。あー、なんかすげー。あ、セミの家紋が。あー、なんかすごい。でかい手が。お母さん。お母さん。行っちゃダメ。行っちゃダメだ。うわ、飛んでった。何かに。ああ、猫だ。猫だ、行かないで。
をするしか方法がなかったの。ごめんなさい。こちらこそごめん。火花。火花？爆竹じゃなくて。まあ、猫たんかわいい。黒猫たん。彼女はこの世界であまりにも多くの人の命を奪ってきました。ですが、母に会うために彼女はそうするしかなかったんです。仕方ないか。彼女は人としての心を捨て、母のために化け物として生きた。その苦悩は想像を絶します。彼女はとても優しい人でしたから。あ、そうなんだ。ですが。ですが？もうこれ以上、彼女が苦しむこともありません。はい。この世界も間もなく消え去り、誰かが迷い込むこともなくなります。あなたのおかげです。マジで？はい！話しておきたいことがたくさんありましたが、残念ながらもう時間がありませんね。約束通り、あなたを元の世界へと送りましょう。やった！一緒に脱出しないのか？私は、この世界に残ります。一緒に住もう？この世界は、彼女の心そのもの。彼女が作ったこの世界の終わりを見届けてあげたいんです。あなたが来てくれてよかった。そんな。ありがとうございました。そこはサンキューでお願いします。はい。ライターがない。これはもう皆さんおなじみのね、トンネル。やっとこれでクリアか。ただ真のクリアってあんのかな。とりあえずエンディングって感じかな。おっ、行った。やっと現実の世界に。ここは懐かしいね。どうなった？照りつける光に目がくらんだ。夏の日差しは強烈に私を日常へと引き戻した。それと同時に私の中へ一筋の影を落とした。化け物と恐れられた少女は母と共に奈落へ消え、その悲願を遂げることは叶わなかった。それは彼女が背負った業なのだろう。だが私にはそれが自業自得だと切り捨てることはできなかった。もう一度母に会いたいという少女の願いは、化け物と呼ばれるにはあまりにも人間らしく純粋なものだった。後日あのトンネルを訪れると反対側はただの住宅地につながっていた。暗闇に響くあの鈴の音はもう聞こえることはなかった。ここは旧バージョンと新しいバージョンが組み合わさった感じですね。終わりか？これで。あ、終わった！あー、白間さん。もうありがとうございました。すごい楽しめました。すごい良かったね。もう白間さん一人で作ってると思ったら声優さんとかね、いろいろね、いるらしいよね。いや、すごい良かった。ただまだ何かありそう。あ、英語翻訳とかもあって、韓国語とかもあると。あ、すごい。ね。で、ロシア語もあるんだ。すごい。で、挿絵が？挿絵もあると。ちょっと、これ後で。ね、ちょっと覗いてみよう。キャラクターボイス、K。え、なんかいっぱいある。少女とか猫とか、これね、名前調べればいけんのかな。花さん BGM、 あー、すごい豪華。あ、スペシャルサンクス。お、これはもしかしたら混沌の神楽鈴の落書きの企画をやった人かな？ね、もしかしたら。あ、すごい、いろんな人が関わってますね。
出た、サンキュームービーで、おなじみのあの名前がいっぱいいる、すごい嬉しい、サンキュームービーが。あ、ビットさんとかもいるね。あ、すごい。韓国の人、ちょっと名前わかんないけど、結構参加されてますね。韓国の人とかも。すげえ、ちゃんと載せてくれてる、嬉しい。いやー、白間さんありがとうございます。これ、800円ちょいで、遊べるなんて豪華すぎだよ。しかもまだ何か、シークレット的なの残ってるんでしょっていう。それもあって、しかも、検証やったり、縛りとかやったらもう、2、3年ぐらい遊べるんじゃないかな。あーすごいね。アンリアルエンジン、自分もちょっと、そういうのでゲーム作ってみたいけど、無理だな。あ、終わりかな？あった、達成の証、混沌の神楽鈴が解放された。やりました、マガタマチャレンジが解放された。なんだマガタマチャレンジって。15分、記録更新。はいはい、というわけでね、今回でとりあえず一旦はカゲロウの攻略は終わりかな。で、次回はね、残された攻略をやって、もしね、新たな事実とか何か秘密の部屋とかね、旧バージョンにあったそういうのが解放されたら、また動画にしてみたいと思います。では